数入るイメージができるのはやっぱ阪神なんですよ。でもオリックスは中嶋監督がうまく起用さえすればなんか点数取ってくるいい野球をやるっていうところが見えてくるので、あの分かれ目になってくるのかなと思いますね。でオリックスは連覇がかかると、はい、これ連覇するっていうのもすごいですよね。すごいですよ。でもこれでもし阪神日本一になったらこの先阪神結構強い時期続きそうですよね。だから黄金期の幕開けだね、幕開けになりますよね。うわ